殺菌灯の一例写真は GX24 9口金のコンパクト型発酵中の殺菌糖の霊殺菌糖間の注意書きの霊殺菌糖は殺菌力を持つ波長域の光線を照射する光源の総称。蛍光灯タイプのものが一般的。ガラス管の内側に蛍光物質を塗布していない蛍光灯と考えればよい。蛍光物質がないため、 水銀の発光が可視光線に変換されることなく、そのまま外部に照射される。他にも水銀等タイプのものや、液島ランプ、発光ダイ大ードなどの光源がある。殺菌力を持つ波長域というのは紫外線のことを指す。水銀のスペクトル線のうち253.7ナノメートル付近のものが特に殺菌力が高い。細胞内のへ作用し、 DNA を損傷することで殺菌効果を発揮する。この波長域の光線は一般のガラスでは吸収されてしまうため、殺菌灯の管には赤英ガラスが使われる。蛍光灯系の型番は GLX。器具は蛍光灯器具と同じであり、ランプを取り替えるだけで殺菌灯器具として利用できる。DNA を損傷するので人体にも有害であり、皮膚、目を障害する。 防護メガネの着用は必須で、肉眼で点灯中のランプを見るのは厳禁であり、また光線が皮膚に当たらないよう保護する必要がある。ケミカルランプやブラックライトも紫外線を発するが、波長域の違いで殺菌等とは呼ばない。ありがとうございます。